周星派生は、香港出身の俳優、映画監督。別名は星地、宝手。中国人民大学小学院准教授。中国の現代文化に多大な影響を及ぼした、現代中国を代表する映画人の一人である。1962年6月22日、香港生まれ。先祖は、上海系。三種弟の間っ子として生まれるが、 両親が幼い時に離婚したため、母子家庭で育つ。中学を卒業するが、家庭の事情もあって、進学を断念。テレビの仕事をする前は、学歴が高くなかったこともあって、秘書のような仕事しか選択できなかった。無線電子の俳優養成所、第11期の卒業生となる。人気子供番組、4 3 0 0 0 0匹の司会者として、デビュー。 この番組は二人の司会者が良いお兄さんと悪いお兄さんに分し、良いお兄さんが悪いお兄さんの底を叱って話が展開していく教育番組でチャウは悪いお兄さん役を担当した。この役を大好評のうちに5年間務め上げ、その後総合チャンネルの司会者を1年務めた後、俳優としての活動を開始。当初は週に一、二日しか仕事がなかったが、この 下積み時代にたくさんの本を読むなどして勉強したことが今日の彼を支えているという。初期のテレビドラマ出演作は脇役、準守役が多い。1988年の映画カウボーイダンディで金馬進むの最優秀女演男優勝を受賞しているが、この頃まではシリアス路線だった。ようやくつかみ取ったドラマ初主演の時代劇。 外星豪キャンで若者言葉やパロディのセリフなど現代感覚を持ち込み、一躍人気者となる。流行語も,も生み出した。やがて彼独特のナンセンス、他人には意味のつかめないとっさの切り返しアクションは、無ンと呼ばれ、一世を風靡した。1993年の詩人の大冒険で、ノンクレジットではあるが一部監督を務める。 同作は中国でも公開され、1993年度、公衆一位。1990年代後半には絶大的な人気を博し、修正、現象を巻き起こし、星 G、全盛期は、放衆修正の異名を思った。1994年の0061北京より愛を込めて、で、監督として、初めてクレジットされる。2001年の少林サッカーは、 香港映画歴代興行収入の記録を塗り替え、2002年に日本ブルーリボン賞を受賞。日本でも一躍その名を知られるようになった。同作は世界32カ国で上映され、イタリアで公開されたアジア映画として最大のヒット作となった。2004年のカンフーハッスルは中国公開され2004年度公衆1位、その年のアメリカ放送映画批評家協会場を 受賞し、ゴールデングローブ賞と英国アカデミー賞の外国語映画賞にもノミネートされた。世界72カ国で上映され、2005年度にアメリカで公開された外国映画として最大のヒット作となった。ドラゴンボールの実写化映画、ドラゴンボールエボリューションのプロデューサーだったが、自分の意見が全く採用されないなどの待遇への不満や、 作品の出来に対する不満からプロモーション活動には参加せず一切手を引いた形となっている。また2009年に自身の監督によってリメイク制作される予定だったグリーンホーネットからも突然降板した。2013年の最有機始まりの始まりは中国で5200万人を動員し公衆1位となり世界12カ国で上映された。 2014年11月21日に日本で公開されることが決定し、これを受け7月22日に6年ぶりに来日した。本作は自身が熱烈なファンであるドラゴンボールに影響を受けたと述べており、本作を絶賛したドラゴンボール原作者の鳥山明がポスターを描き、下ろした。2016年に公開された人魚姫では世界で1億人超を動員し、 アジア映画歴代興行収入ナンバーワンを樹立した。太字は日本で劇場公開された作品。ありがとうございます。